はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。今日はですね、なぜ、私がですね、ピアノの障害者割引とか、それから母子家庭割引、それからまあお誕生日割引とかね、そういう割引をしているかということをお話したいと思います。実はですね、私の娘が生まれた時にお医者さんがね、この子は障害が出るかもしれないよって言われたんですよ。で、それはまあ結果的には間違いだったんですけどもね、そういうその検査をした時にその可能性があると言われた時にものすごいショックを受けましてね、そうかと。でもまあそれを受け入れながら育てていかないといけないんだなっていうふうにですね、まあ一晩ずっと夫婦で考えたわけですよ。ところが次の日に、間違いあったと先生がそれをおっしゃいまして、ただそういうことを言われた時にすごく頭の中でぐる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 考えたんですね。でもしそれが本当にそうだったとしても受け入れて育っていかないといけないんですけれども、それがその誤診っていうか間違えてなかったって方も世の中には大勢いらっしゃるわけですよね。でそういう方々のその苦労というか、そういうものを感じた時に、ひょっとしたらうちの家庭もそうだったかもしれないと思った時にね、そういう方々に何かこう、手を差し伸べるっていうかね、応援できないかなと考えるようになったんですね。それがきっかけでですね、でうちの場合はピアノを扱ってますので、そういう方でも、例えば最近もご連絡あったのが難聴の お子さんとか、それからちょっと症状が出てこれから耳がだんだんと聞こえなくなっていくかもしれないというこういうお嬢ちゃんのお話も聞いたりしてですね、そういう方々にですね、なんとか支援したいというふうに考えるわけです。ただ会社である限りは赤字で出すわけにいきませんので、わずかではありますけど、そういうことを言っていただいたら、別に障害者手帳とかもね、見せていただくのは結構、ね、ですので、そういう方々がご家族の中にいらっしゃったら、値引きをしますと。うちは基本的にはもうギリギリの値段つけてお安く出しているので、基本的に理由のない値引きはしないんですね。でもこういう理由があるということで言っていただきましたら、わずかではありますけど値引きをするようにしています。例えばご家族の中でおばあちゃんが同居しててですね、そして障害があるとかね、そういうことであればですね、割引をします。そうすると、あ、おばあちゃんありがとうと、その一瞬でもね、それは大変なことなんですけど、こう思えるじゃないですかね。それとあとですね、母子家庭の方なんかでも本当に苦労しながら育てられてます。でその子供さんピアノを買いたいけど買えない、デジタルピアノの中古ぐらいしか手に入れることができないという方もいっぱいいらっしゃるわけですね。でそういう方々にピアノを使ってほしいなとこう思うわけですよね。ですから、そういう方々の値引きもします。わずか、本当わずかで申し訳ないんですけどね、値引きをします。でお誕生日割引も、そのお誕生日、例えば8月にピアノ買うとなった時に7、8、9月この3ヶ月以内にご家族で、お誕生日の方、それから結婚記念日とか記念日割引ですね、そういう記念日、何かこうみんながハッとね、ご家族がみんな思えるようなこういう嬉しい記念日があれば、わずかです、それもね、値引きをすると、そういうサービスをやっております。ですから遠慮なく言ってください。そういうのに該当する方がいらっしゃいましたら、きちんとですね、検討させてもらいます。本当にデジタルピアノを買おうと思っている方を阻止したいと思ってるんですね。いいですよ、やっぱり本物のピアノは本当に、空気の振動、木材が振動して、それが空気で体全体に、この響きが伝わってくるピアノの音っていうのは本当に電気で作った音とは全然違います。ただ、住宅事情でですね、どうしても置けないって方もいらっしゃいます。そういう方にとってはこのデジタルピアノっていうのはものすごい発明ですから、そういう方でもピアノをすることができるんで否定はしないんですけども、もし置けるなら、例えば理由がですね、子供が続くかどうかわからないとか、そういう理由であれば信じてあげてください。頑張りますからね。もう
どっちかというとデジタルピアノ買った人よりも本物のピアノ買った人の方が長続きするんですよね。親としてもこんな高いの買ったんだし場所取るもの買ったんだから頑張りなさいってやっぱり、諦めないんですよね。そしてやっぱり綺麗な音で練習してると先生とこと同じ音しますからね、気持ちよく長く続けられるというのもありますから、子供さんを信じて本物のピアノを買ってあげてください。母子家庭だからね、障害があって大変だからっていうことで諦めるんではなくて、ぜひですねピアノ買ってあげてください。地元にいい楽器屋さんがあったら別に構いません。とにかくピアノを買ってあげてくださいね、ぜひよろしくお願いいたします。今日はピアノ屋 .com の、障害者割引、母子家庭割引、そして、まあ、記念日割引、なぜそういうことをしているかという理由をですねお話しさせていただきました。それではご連絡をまたお待ちしております。さよなら。